どうぞ、マイトでーす。狂い月、前回、ノーマルエンドを迎え、そして、開発資料室の一部を見たんだけど、前回の終わりに、開発資料室を、なんか、その、なんか、残ってるやつを見ようって言ってたんだけど、まず先に、エンドを見ちゃおうかなと思って、確か記録さんで、どこまで来たんだっけ、これ。あ、そうそう、ここまで、まあ、中途半端なとこまでなんだけど、とりあえず分岐するとこまでは、まあ、ちょっとある程度見てきたんで、エンドは見てないんだけど、どこに行くか、これどこに行くんだ、これ。パズルのピースか。やることが結構あるんだよね。まず、かけるくんいるじゃん。かけるくんの階層で、かけるくんがキーホルダーを落としてたってやつを、あれね、キーホルダー見つけられるんだって。だから、キーホルダーをまず頑張って、見つけに行こうかなと思います。懐かしいな、ここでもう結構みんな死んじゃってんだよな。とりあえず何をするんだっけ。まずヒントっつうかね、ここにね、俺が結構前なんかこのひし形のくぼみ絶対怪しいなみたいに言ってたじゃん。これがやっぱ結局関係あるんだよね。それで俺さ、セーブするの忘れたか分かんないけど、結構やったんだよこれ。これしかも傘を使えばいじれるんだよ。いじれるんだけど、特に何も起こらない。そこで何を起こすかっていうと、ここにくぼみがあるんだけど、それをはめ込むんだよ。それだけ。くそ、下手くそだな、説明。あ、まずこれか。これをやろう、まず。はい、ということでね、ここにある、この石、まだ何かに使えるかな。そう、俺これ見逃してたんだよね。4つの石、まだ使えるんだよ。で、これを持ってくんだけど、これを、前回のパートとかで、いろいろ、なんか昔の人の階層の中で、なんかいろいろあったじゃん。なんか隠し部屋に行くとこ。あそこで使うんだけど、待って、また忘れたじゃん、場所。そうそうそう、ここで、ここにあるんだよ、これ。これ気づかなかったんだよね。これで4つの石をここで使うと。で、人形にはネジがついている。ネジを外す。鉄のネジ巻きを入手した。で、ここで、鉄のネジ巻きの代わりに金のネジ巻きをつけると。そうすると、引き出しが開くんですよ。そして、ルビーの宝石を手に入れました。それでね、まだね、ちょっと小ネタ的なものがあるんだよね。それをちょっとね、もうね、もう見てる人には全部見せたい、俺は。おう、これ見てる人に全部見せたいんだよ。どっかにまだあったじゃん、人形。和室だっけ？ここか。この和室で、こいつに、俺結構前のパートで、木のネジ巻き巻いて、なんか手に入れたんだけど、ここでね、鉄のネジ巻き使うと、何も起こらないんだよ。何も起こらない。だがしかし、離れると、動き出すんですよね。ちなみに俺これ初めてやった時、マジでビビったからね。マジでビビったからこれ。もしかしてこれが呪われる人形の噂の元になったやつか。やっぱりしようもない噂を混じってたか。そう、これで終わり。これがまず終わり。で、このルビー、さっき手に入れたルビーの宝石で、どこだっけ？どこだっけ？ここだ。ここ、ここ、ここ、ここ。ここにはめ込むんですよ。ルビーの宝石をね。はめ込んで、すると、ん？なんだ？で、何かが動いたと。そこで、さっき俺が、ここの、ハイナで傘を使ったとこ。ここでまた、傘を使うと、なんとね、ちょっと上をよく見てて。ほら、暖炉が動いてんだよ。見て、ほら、めっちゃゆっくり動いてるでしょ。これ、あれが閉まる前に、あそこまで行かなきゃいけないんだよ。ただしかしね、ここにある椅子が全部邪魔なわけよ。だからここ、あえてダッシュを使わず、急がず行くと。そうすると案外簡単に行けるんですよね。俺、ここめっちゃダッシュしてね、20回は積んだからね。あれ、これもしかして。はい、ここで、かけるのキーホルダー入手した。やばくない俺。なんか俺説明がうまくない。なんかすげえなんか解説実況者みたいになってんだけど、今だけ解説実況者でいさせて。で、セーブします。とりあえずセーブ。あとやってないもの、あとやってないものないよね。これ多分 OK。 あ、違う。え、あ、これでかけるくんにあれを渡しに行くんだよ。このあれを、キーホルダーを、で渡しに行きます。で、ここでキーホルダー使うんじゃないか。きたー。ちなみに、ここら辺から全く手を出してないんで、わかんない。手元に置いた。
これ見つける約束だったもんな。これで OK か、これで OK なのか。まあ、強弱には触れねえけど、おお、あ、まあいいか、これでいいんだな、多分これでいいんだ。で、あとは従来の前と同じ進み方をすればいいのか。じゃあまずそこまでカットしまーす。皆さんここまで来ました。俺ね、前ね、ここの部屋来てなかったんだよね。あの、追っかけられるイベントあったじゃん、あの包丁持ってる女の人の、あれのイベントの後にここに来てなかったんだよ。で、これを調べる。本と本の間に手紙のような紙切れを見つけた。最後の手紙を入手した。うわぁ、あなたがなぜあのようなことをしたのか今の私には分かりません。でも私のために何かを隠しているのは分かっています。私が思い出せない記憶の中に原因があるのでしょうか。だとしたら私は忘れることで罪を重ねているのでしょうね。私にあなたを咎める権利などありはしないわ。ここに閉じ込められてから思い出せないことが多くなってきました。あなたの名前も、ここに来るあの子の名前も。私もいずれは母のように誰かを傷つけ苦しめるでしょう。あなたが母を気遣う時の父の姿と重なってしまい、先を思うと私は耐えられません。何より私は自分を失うのが怖い。あなたや両親、さまざまな人と過ごした日々によって今の私がある。その記憶を失えば死んだことと同じ意味を持つのではないでしょうか。あなたが私にくれたものを忘れるくらいなら忘れる前に終わらせたいの。でもその前にあの日、あの日記帳を一目見たい。あれは私の記憶そのものだから。忘れることも罪か。多分これで2つのエンディング分岐、これさ、一つの、これもどっちもやったから、これ一気に見れんのかな、どっちなんだろう。ちょっとよくわかんねえんだよな、ここら辺は。ちょっと待って、あとはあと地下行くだけでしょ。こっち行って、ちょっと待って、一回セーブして、ちょっと待って、行くか。あれ、こっちじゃねえ。ここか。ここであと地下行けばいいんだよね。ここら辺見たからカットしよう。はい、ちょっと軽くハプニングが起きたんで、ちょっと次の日に撮ってます。まあ、そのハプニングは聞かないで。まあ、そんなにしょうもないことだから。あー、来た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 。ここで、錆びた鍵を使って、ここで、ナイフを使って、で、ここで月の鍵、オッケー。ここで、待って、これなんか変わるか、これなんか変わるのか。今のところ何も変わってないよね。これか。で、おー、ちょなんか変わるか。クソ、こんなところで、ここで何が起こるんだ。来るな。同じだね、ここは全然同じだね。で、ここにアキトさんのあれだよね、泣き殻があるんだけど、ここで今だっつってチャンスが来て、ここでまず聖水を使って全てかけて、ここで結構めちゃくちゃ悩んだこのマッチ、これ全然気づかなかったからね、前。よし、いやー、あき、何も変わんねえんだけど。え、ああ、そう終わったのかな。で、ここでなんかめちゃくちゃ燃え始めて、でね、事前にやっといたから、ああ、事前にやっといたからね、ここに手紙置くと、それがいいらしい。それだと OK っぽいんだよね。これでいいんだよな。これで OK。 これでノーマルエンドのなんかその別のバージョンみたいなのは見れるっぽい。おっ、おお、いいね。ああいうなんかちょっとでもなんかこう報われる感じのやつが俺は好きだわ。あとは出ればいいんだよね、多分。うわ、セリフも多分変わらなそうだな。ゴホゴホ、火が強くなってる。ゴホ、くそ、あと少しで、おじさんにちょっと誘われてるんで行きます。で、ここのなんか人とか変わったりするのかな。で、ここで、なんか、門霊大根家で、で、ここに、公平、隼人、京也。あれ？シンがいねえぞ、今。なんか、シンがいなかったぞ。ちなみに、本当に展開、ああ、二人なってる！展開がね、全然わかんないから、攻略見ても、その、最後のエンドとかの内容とか全然わかんないから、楽しみだ、早く、おお！ああ！ああ、やばい。やべえ、俺こういうの好きだわ、ほんとに。
ああ。ああ、泣いた。おお。ああ。やべえ。泣ける。泣ける。録画してまだ4分だけど。あ、え？あー、シーン生きてる！嬉しい。やべえな、これ嬉しいな。ミチル、生きてた。生きてたのか。おい、何がどうなって。うわー、やべえ、このトゥルーエンドが最高に好きだわ。説明後だ、早く出ろ。く。やばい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 。あ、これ。あ、お願い、返して。え？屋敷を出た後のことは覚えていない。裏山に着いたアッサたちが火事に気づき、倒れていた俺たちを見つけたらしい。また不思議なことに、消防車が着いた頃には炎は鎮火していたようだった。あの屋敷だけを燃やし尽くして、その後入院した俺は警察からの事情聴取を受け、真実を話した。全部は信じてもらえなかったけど、京也の家から父親の遺体が見つかり、屋敷跡には複数の人骨が発見されたらしい。この奇怪な事件は世間に内容を伏せる形で処理されることになり、亡くなったみんなの遺体もそれぞれの家族に引き渡された。そしてかけるも、うわー、さっきのお願い返しがどういう意味なんだろう。よし、こんなもんか。入ればいいじゃない。どうせ見送りに来たんでしょ。うるせえな。おー、しんくん、しんくんもちゃんと見て来てくれてんだね。うるせえな。あ、おい、引っ張んな、服伸びんだろ。お、これは多分ね、しんくんのあのこのビジュアルが変わってるかもしれないよ。うるさいよ、二人とも。だってシンがさっきから屋敷じゃねえや、部屋の前でうろうろしてんだよ。不審者よ。おい、イケメンじゃん、やっぱ髪を下ろしたら。俺前々から言ってたじゃん、髪を下ろせって。言ってねえか。もみあげをあげろってたね俺。誰が不審者だ、たまたま部屋の前を通っただけだっての。シン、もう出歩いて大丈夫なのか。ん、まあな、もうしばらく寝てれば俺も退院できんだろ。イケメンだな本当に。そっか、順調に回復してるみたいでよかったな。おかげさまで。みちる、退院の準備終わった？荷造りはね。あとは看護師さんへの挨拶とか。誰だ？父さん、父さんか。明日家に行くって言ったのに。もう大丈夫とはいえ、さすがに心配だからな。車で送るよ。ああ。あとはこれ。言われてたものを探したら、ようやく見つけたんだ。明日でもいいと思ったんだけど、一応渡しておく。これがかけるの日記？右閉じタイプの日記が気に入ったのか、かけるがおねだりしてきたのを思い出したんだよ。ダイヤル式の鍵がかかってるから、中身は確認できないけど。なんで右閉じ？元は左利きだったから使いやすかったのかもな。でも、それどうするつもりだ？鍵を開けないと中は見られないぞ。それは大丈夫。かけるに返すから。おや？皆さん、お揃いで。誰だこいつは。刑事さんか。あ、刑事さん、あのまだ道に何か。はあ、そんなに身構えんでくれ。あの事件は解決へ向かってるんだ。君たちは安静にしてくれていいんだよ。はい。今日は君に渡したいものがあって来ただけなんだ。これは、うわ、懐かしい。それ私がお守りとして道に作ってあげたやつなんだよ。ん、じゃあこれはみちるくんのか。そうみたいですね。まだ記憶が全部戻ったわけではないので。気にせんでくれ。記憶が早く戻るといいな。じゃあわしはまだ仕事もあるし、もう失礼させてもらうよ。下まで お見送りします。みちる、下で待ってるからな。よー、みちる、おばさんのところには行かなくていいの。せっかく同じ病院にいるんだし。そうだな、ちょっと行ってくる。父さんにも伝えておいて。うん、わかった。荷物は私が運んでおくよ。この満面の笑顔、ありがとう。シン、あまり看護師さんに迷惑かけないで安静にしてろよ。
かけてねえよ。さっさと行け。いやー、朝ちゃん可愛いなー。じゃあ、私も行きますかね。し、みちるが言ってた通り、ちゃんとおとなしくするのよ。今度、お見舞いに行ってあげるから。可愛い！元気に振る舞いすぎ。昔からそういうところ変わらねえな。じゃあ、腫れ物に触るような扱いした方がいい。それはそれでうざいな。私の世話好きは今に始まったことじゃないんだから、諦めてさっさと元気になりなさいよ。ね。なんだそれ、うぜえな。微笑ましい！お？あ、動ける！あ、メニューも開けない。この辺は調べて、ああ、ダメだ、いけない。なんかさ、これおまけにいたよね。なんかのゲームの別の、全、なんか、作者さんの別のゲームのキャラクターじゃない？ギャル系女子。うわ。あれー、ビュース見つからないよ、せっかくお見舞いに来てるで。この病院、結構広いね。病院室の場所、聞き間違えちゃったのかな。清楚系女子ね。うさんくさい系男子。今日大変なんだから、本人がロビーに来るの待ってようか。病室探すの面倒だしね。なんだそのたわいもない。なんで男一人に女二人なんだよ、かわいいな、これバーガー。若い看護師、おっと。あれ、みちるくん、退院の準備終わったの？はい、いろいろお世話になりました。お姉さん的には、もう少しいてくれたらよかったのにな。え？うふふ、若い男の子って目の保養になるのよ。たまには顔出ししてね。顔出ししてねってなんかちょっとエッチだな。約束よ。はあ。ちょっと待って、こういう部屋は入れんのかな？あ、入れないっぽいか。なるほどね。この人は？ベテラン看護師。あら、久しぶりね。みちるくんが退院したのは知ってたけど、なかなか時間が作れなくて会いに行けなかったわ。ごめんなさいね。いや、気持ちだけで十分です。ありがとうございます。相変わらず礼儀正しいわね。ここに来たってことはお母さんのところに行くんでしょ？先生の許可はもらってる？はい、さっき確認してきました。そう、あまり無理はしないでね。はい。なんだこの病院、いい人ばっかか！な、まあ、病院って普通いい人しかいねえけどな。あら、みちるくん、お母さんの お見舞い？はい。今日は落ち着いてるって先生に聞いたんで少し様子を見に。今お母さん眠ってるわ。今なら大丈夫よ。何かあったらすぐに呼んでちょうだい。はい。え、なんだ、いてだこの男の子か、かわいいな。やーん、ボール返せよ。こら、病院内で遊んじゃダメだって何度も言ってるでしょ。ひゃー、逃げる。あ、待ちなさい、走っちゃダメだってば。早っ。クソ早い。返せ、か。お？少し待ってて、誰か呼んでくる。これが真実か？え、やだ。そんな一人にしないで、怖いよ。でも誰か呼ばないと無理だよ。大丈夫、すぐ戻ってくるから。お？絶対だよ。早く戻ってきて。なになになに、約束だよ。なになに、グス。じゃあまた明日遊びに、明日探しに行こう。ああ、本当に？うん、俺が見つけてあげるよ。約束する。うん、ありがとう。え？そのままだとか本当に風邪ひいちゃうよ。あ、いいこと思いついた。何？服交換しよう。え、僕びしょ濡れだよ。だからだよ。俺の着てれば少し暖かくなるよ。でも、俺は平気、走ってきたから暑いくらいだもん。みちる。嘘でしょ？お願い、返して。あ！おお！だわ、すげえ。いやーいやー、本当にサスペンスだったね、最終的に。
うわ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 、やべえ、鳥肌立ったわ。うわ、まさかのみちるくんが今まで操作してたのが本当はかけるくんだったのじゃ。で、みちるくん本人が死んじゃってたってことでしょ。うわー、すげえ、やべえ、本当にサスペンスじゃん。すげえ、エンディングもすげえ。あー、これがキトさんとサヤコさんね、綺麗だな。で、これが小杉さんとヨシコさんか。おー、すげー、三色パン。わー、トゥルーエンド かける月。わあ、すげえ。わあ、で、これで、また、タイトル画面が変わってる。よし、ということで、まず、クルイズキの本編、実況は、ここで終わりなんだけど、ちょっと、開発資料室行くか。これを見て、きっぱり終わろうかなって思います。下のやつは見たんだよね。で、ここら辺は全部まだ見てないから、ここだけを見て、終わります。で、ここがね、ここに、そのヒントとか書いてたんだよね。トゥルエンドとかを見る。で、それをなんか達成してからだと、この奥の部屋に入れるらしいんだよ。まずこれは見てでしょ？まあ、ちょっと見てみるか。話しかけてみよう。オルガモンレオーネ。狂年でいいのか、これ。狂年40歳前後。バレリオの妻。宿女どっちだ？家庭的だが、夫に忠実で逆らうことができない。オルガは寝ているところを息子に殺害されました。その時の恐怖と息子と向き合わなかった後悔から、亡くなった後は部屋に隠れながら一人泣き続けています。息子の気の良さは母親譲りです。なるほどね。どんどん見てこう。コーネリア・モンレオーネ。去年10代前半、バレリオの娘。傲慢なお嬢様で、内心で兄を見下している。すげえな。彼女は死んだ後も自分の部屋で気ままに遊び続けているのですが、兄がノックをしてくると殺害された時と同じクローゼットの中に隠れる習性があります。生前だけではなく死後ですら兄弟関係の水は埋まらないようです。これが兄貴ね。アロルド・モンレオネ。去年10代半ば。バレリオの息子。気が弱い性格で少女趣味の傾向がある。なんかすげえな、ぶっちゃけてんな。実はアロルドは性同一性障害です。ほう。家族ですらその事実は知りません。キリスト教では宗派によって認識が違うようですが、非難を受ける場合もあるため、片身の狭い人生を送ります。死後は狂気を片手に家族を探し回る幽霊となって徘徊しています。アロルドは狂野を反映させるキャラなので、境遇が少し似ています。で、この人が、神父ね。バレリオ・モンレオーネ。去年40代半ば。海外から日本に派遣された神父兼エクソシスト。仕事熱心な一方、教育に厳しい二児のパパ。死後は屋敷の呪いを調べ回る幽霊としてひたすら徘徊していますが、彼が残してくれたものは呪いを浄化させる重要なアイテムとして役に立ちました。彼の厳しい教育は息子を追い詰めるきっかけの一つとなり、ずさんな、結末を迎えます。決して子供への愛情がないというわけではないんですけどね。まあ、この人がいなかったら、ミチル死ねたんだよね、じゃあ。あー、さちゃん、かわいい。ミチルと、真の幼馴染。行動的で世話好きな性格。ニーヨーカーアーツだというのね。勉強や怖い話は嫌いで、天文部の活動に慎んでいる。幼少期はかけるとも仲が良く、二人に手作りのキーホルダーなどをプレゼントしている。かわいい。笑ってる。キモい。浩平くんね。すげえ、序盤で死んじゃったけど。渡り浩平。みちるのクラスメートで、ハヤトとは幼馴染。マイペースで冷静な性格。霊感体質でやたらと勘がいい。騒ぐハヤトや、切れやすいシーンをなだめるなど、面倒見のいいところもある。一度気になったものには、疑り深くなり、探求する傾向があるため、個人行動も何気に多い。なるほど。俺好きだったんだけどな、死んじゃったんだよな、早く。で、早くと、早くとね、一番残酷な死に方したよね。カイドウ、ハヤト。ミチルのクラスメートで、コウヘイと幼馴染。お調子者で4人のクラスの中でも、4人の中でもトラブルメーカー的存在。小柄で気弱なところがあるせいか、元はいじめに遭いやすく、そんな自分を脱却しようと高校デビューを果たし、明るく振る舞ってる。実はいいやつだよね。で、シンくん、皆川シン。ミチルの幼馴染で、京也とは中学時代からの友人。柄が悪く口も悪いが、意外と友達思いない一面もある。幼少期は至って普通の男の子。
元はサッカー少年だったこともあり、ミチルとは仲も良かったが、カケルへのいじめにより関係に亀裂が入る。記憶喪失になったミチルとはさらに折り合いが悪くなり、ことあるごとに喧嘩する。でも、まあ、実はね、ああしょうがないよね。早見京也、ミチルのクラスメートで中学時代からの同級生。こいつ顔だけだよな、本当に。顔優しそうだけど、こいつ裏半端ねえな。表向きは優等生を演じているが、本性は皮肉屋で二面性のある性格。父親に捨てられた母親と、幼い頃に離別し、海外で親戚に預けられていたが、親戚の死をきっかけに日本にいる父親の元で暮らし始める。厳しい教育管理をされているため、家でも優等生の仮面をかぶっている。こいつ半端なってやる、本当に。で、かけるくんか。天宮かける、ミチルの双子の弟。ミチルが事故に遭った日以降行方不明となる。親権は父親が持ってるので、名字は当時のまま。幼少期のミチルとは逆におとなしい性格。音楽好きでピアノをよく弾いていた。暗い性格のせいか、母の愛情に恵まれず、学校でいじめに遭うなど辛い環境ではあったが、ミチルとアッサだけには心を開き、いつも一緒だった。で、本当はカケル君なんだけど、ミチル君ね、本作の主人公。少し冷めた性格で一人でいることが多い。両親の離婚により母子家庭となるが、母は精神を病み入院中。ホラーゲームの定番である記憶喪失で、交通事故以前の記憶が一切ない。実は双子で、弟のカケルとは仲が とても良かった、幼少期は今と違って明るい性格のサッカー少年だが、記憶を失って以来、記憶を思い出すことへの恐怖と悪化していく家庭環境により今のような性格へとなる。っていう感じだね。ちょっといろいろ噛んじゃったけど、まあある程度ちょっと伝わったかなと思います。で、ここはいけんのかな。はい、遊び尽くしていただきありがとうございます。はい、ちなみにこの先の部屋は動画および生放送などネット配信を一切おーマジか。じゃあここは俺個人の楽しみってことだな。ここはあくまで実際にプレイしてくれた方へのお礼として用意した場所なので、これを理解ください。さて、どうしますか。当選もしてる私を消しておきます。まだ大丈夫です。はい、まだ行かないんで、ここもトゥルエンドを迎えてるんですね。で、ここもダメなんだ、やっぱ。はい、じゃあここで本当に終わりか。結構長かったかもしれない、このクルイズ機実況。すげえ、なんかもう面白かったわ。もう本当に今まで全部見てくれた方は本当に感謝してます。ありがとうございました。じゃあまた次回の実況でお会いしましょう。さよなら、じゃあねー。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は下のところをタップして、タップよろしくね。